のんびりコロコロ家族、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今回は黒崎茶豆という枝豆をお取り寄せしました。黒崎茶豆は新潟県新潟市西区の黒崎地区および境和地区の一部を生産地とする枝豆だそうです。今回我が家がこの黒崎茶豆を購入するのは1年ぶりの2度目です。黒崎茶豆の種類は和瀬、本茶豆、光茶豆、魚豆とあるそうです。期間については気候などで変わってくるのでご注意ください。去年我が家で注文したのは遅かったこともあり光茶豆でしたので、今年は早めに注文して本茶豆をゲットできました。本茶豆は 2kg 入ってあります。おまけで湯がくときに使うお塩も入ってありました。光茶豆でも十分に美味しかったのですが、やはり本茶豆を食べてみたいと思い注文いたしました。茹で方の説明書も入ってありました。では小分けにして保存していきたいと思います。説明書には 300g の分量で書いてありましたが、計算が面倒だったので 250g ずつに分けました。小分けして保存するのはいつものシーラーを使います。 250g ずつにしましたので小分けの量は8個です。このまま野菜室に入れて保存しておきます。では本茶豆を食べていきたいと思います。とその前にせっかくなのでビールをではなくて、今回はホッピーを焼酎と割っていただきたいと思います。ホッピーの公式ホームページでは三礼を推奨されていました。三礼とはグラス、ホッピー、焼酎を冷やして作るらしいです。このホッピーは低カロリー、低糖質、プリン体ゼロ、アルコール度数 0.8% です。我が家でのホッピーと焼酎の割合はおおよそでホッピー8、焼酎2にしました。いただきます。本茶豆の色はこんな感じです。香りは普
の枝豆よりも強烈で甘そうで美味しそうな香りがします。うまい、やっぱうまいな、これ噛めば噛むほど、これはうまい。塩加減もちょうどよかった、ほんまに美味しかったです。豆の味がものすごく濃くて、去年買ったピカリ茶豆よりも良かったです。はい、乾杯。はい、乾杯。初めてのホッピー、ホッピー、ホッピー、ホッピー。よりもなんかちょっと濃い、ビールよりも濃い。苦くないビール、苦くないビール。これプリン体ゼロ、プリン低カロリー低糖質プリン体ゼロ、糖尿病の人も痛風の人もこれできる。ダイエット中の人も。苦くないから飲みやすい。飲みやすいな。うまい、ホッピーうまいな。アルコール度数は焼酎の割合で変えれますし、ビールが苦手な我が家でも苦味がないので美味しくいただけました。食べたことないのにコロスケも食べたそうにして、あまりの強烈な香りにワンコも離れません。かっこ笑い、よだれ出た。食べたことない犬が食べたくなる。匂いだけでも美味しいってこと。ごちそうさまでした。すごいコリコリしてて美味しかった。ホッピー、ビール苦手でも飲めました。多いかと思われた量も一気に食べられました。これで終わろうかと思いましたが、せっかくガーデンを作ったので次の日にガーデンで食べました。雰囲気を出すためにろうそくのキャンドルも用意しました。今度はろうそくのろうが漏れても良いように台の上にキャンドルを乗せました。乾杯。黙々と食べています。かっこ笑い。コロスケは本茶豆が落ちてないか探しています。落ちてないので諦めたみたいです。かっこ笑い。なかなか減らない枝豆ですが、全く飽きないです。外で食べてても強烈な香りで食欲をそそられます。この本茶豆は7月31日に到着しました。予約したのは6月下旬くらいだったかと思います。いろいろなサイトで販売されてるようですので、興味のある方は来年6月くらいからチェックしてみてください。ごちそうさまでした。次回も見に来ていただけると嬉しいです。ご視聴
ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録してもらえると元気が出ます。またね。